歌舞伎俳優の市川海老蔵改め市川團十郎白猿さんが2022年1月14日自身の SNS を更新。3日間も不眠が続いた理由を明かした。この日、團十郎さんはよく寝れたと聞いたし、実はここ3日ほど全く寝れてなくて大変でしたと告白。理由は疲労から来る肋間神経痛と不眠が続いた理由について明かした。続けて呼吸もかなりしづらくと症状について説明。痛くて寝返りも打てずの3日間でしたと振り返った。また病院何軒か行き、昨日だいぶ良くなり、今日は本当本気によく寝れたと報告。なんとか今日までに治したかったので嬉しい、本当に良かった、救われましたと安堵した様子でコメント。最後にさあ最高の一日をと綴り、ブログを締めくくった。この投稿に読者からは、よく眠れてよかったです。お大事にしてください。ご無理なさらずに、素敵な一日になりますように、などのコメントが多数寄せられた。